はい、ナイス。ディフェンス最後止めてよ。最後の選手は手は使っちゃダメだけど、しっかりブロックして右ゴールに来るかもしれないぞ。はい、オッケー。最後のシュート駆け引きしてね。ヘディング。ハンドはダメだけど、ハンド以外だったらいいんだよ。トーマ、あんま早く帰ったら蹴れないぞ。ちょっとじゃあ、ちょっとだけ今待ってね。はい、はい、日中の人、どこの人？2番目ね。2番目の人さ、この選手がバス出した時に早い段階で入っちゃったらさ、この選手落とすとこなくなっちゃうよ。タイミング合わせて。ここから今じゃんけんこっち出して、これ悪い見本ね。はい、奥入れて。一緒に行っちゃったらさ、見ないよね。一歩あと。はい、はい、はい、強いボール出して。この選手はちょっと一泊置いて、はい、一泊置いた方がいいよね。そういうタイミングちょっと合わせていこう。はい、じゃあごめん、今出してね。落としたなお、はい、すぐもうなお蹴る準備だよ。おい、そこ真ん中ないよ。しっかりゴールどっちか蹴り分けて、自分が蹴りやすい助走を取らないと。下にやってよ、落とす。ほら、ほら、トラップしてよ、ほら、ファイル蹴っていいよ。できればダイレクトでシュートね。そしたら走り方考えてみ、どのタイミングで行けばいいか分かってくるよ。今もう蹴る、ユーマ蹴る準備。強いボール入るか、はい、準備、はい、いいボール来た。うやー、惜しい。どうぞ、いいね、リオ、今のもう一回やる。いやー、オッケー、いいよ、いいよ、そこを捨てらっていいよ。だからさ、ちょっと待って、やっぱこういって、ナイス、はい、オッケー、リオ、ナイス。返しちゃダメね、そこ、強いボールだけのゴロ、はい、丁寧に落とす、オッケー、ナイス。止めなくていいけど3点か、ラスト3点行こう。素晴らしい、ナイスシュート。一体あれ2点、あ、1点か今。ナイス、オッケー、ナイス。